個性、必要だと思います。で、個性って、自分なりの考え方を持つことだと思うんですけど、やっぱり何事に対しても自分なりの考え方を持ってないと、その誰かとコミュニケーションを取るときに、その深い話ができなかったりするんですよね。で、例えば外人とかと話すときとかも、なんか英語ができないっていうよりかは、なんか特に話すことがないっていうところで悩む人が多かったりするんで、個性は持ってほしいなと思いますね。で、ただ義務教育、日本の義務教育で個性って死んでっちゃうと思うんですよ。やっぱりみんなと同じことをするのが大事だよっていう教育なんで、なのでその日頃から自分なりの考え方を持つ訓練をしてほしいなと思っていて、まあ例えば授業中に積極的に発言するとかもいいと思いますし、まあそれが恥ずかしいんであれば、ツイッターで細々と発信をするみたいなのもいいと思うんで、とにかく何事に対しても意見を持ってほしいなと